皆さん、こんにちは。大相撲の力士は年々大型化し、現在の幕内力士の平均体重は160キロを超えています。そんな中で超小兵91キログラムの炎鵬さんが注目を集め始めているんです。自分の倍ほどもある大きな力士を豪快に投げ飛ばす炎鵬さんの相撲は爽快そのもので観客を魅了します。しかもイケメンです。小翼大を制すは大相撲の醍醐味の一つですからね。今回はそんな炎鵬さんの生い立ち、熱愛の噂、引退危機について見ていきたいと思います。身長169センチメートル、体重91キログラムという超小兵力士の炎鵬さん。このくらいの体格の人は一般の社会の中に普通にいますよね。大相撲の世界では格段に小さな体の炎鵬さんが自分の倍ほどある大きな力士に立ち向かい、関取として活躍をしているんです。炎鵬さんは金沢学院大学を卒業後、平成29年3月に相撲界へ入門しました。翌5月を序ノ口、7月を序二段、9月を三段目と全ての場所を全勝優勝で通過すると、平成30年3月には初土俵から所要6場所というスピードで十両に昇進したのです。この記録は史上最速タイ記録となりました。超小兵なだけでもかなり注目力士だったのに、このスピード出世にはさらに驚かされました。十両の土俵では跳ね返され、一場所で幕下へ陥落してしまいましたが、平成30年9月には再び十両の土俵に戻ってきて、連日小気味のいい相撲で館内を沸かせています。炎鵬さんは石川県金沢市の出身で、ご両親は現在も金沢にお住まいです。お父さんは中村進さんで、北国新聞社にお勤めされています。新聞社の中でどんな担当部署におられるのかは分かりませんが、北国新聞のスポーツ紙面には地元出身力士の炎鵬さんについて記事が大きく取り上げられていたので、お父さんにとってもとても息子を誇りに思ったでしょうね。お母さんは由美子さんで主婦をされているそうです。炎鵬さんは2人兄弟で兄がいます。お兄さんは文也さんで、お父さんと同じく北国新聞社に勤めておられます。お兄さんは子供の頃から相撲をやっていて、炎鵬さんはそんな兄の影響を受けて5歳から一緒に相撲を始めたのです。お兄さんは金沢学院東高校から金沢学院大学に進み相撲部で活躍していたので、弟の炎鵬さんも兄の後を追い同じ高校大学に進学し、相撲部で共に汗を流していたんです。お兄さんは相撲界へ進む道を選ばなかったのですが、炎鵬さんが今あるのは子供の頃からのお兄さんの影響がかなり大きかったのだと思いますね。現在兄弟で並んでいる姿を見ると、お兄さんの方が炎鵬さんよりも身長も大きく、体格もがっちりした感じなんですよ。兄の文也さんが子供の頃から相撲をやっていた影響で、炎鵬さんも自然に相撲を始めることになりました。子供の頃から活発で元気のいい子だったそうですよ。5歳の時から推しの相撲スポーツ少年団金沢市に入ったのですが、子供の頃から体格はいつも一番小さく、周りの子よりも二回りくらい小さい感じだったそうです。それでも大きい子を倒すのが楽しかったという感覚はこの頃からあったそうなのですが、小さくても勝てていたからこその楽しさだったと思うので、きっと人並み外れた運動神経やセンスを子供の頃から持っていたのでしょうね。金沢市立西南部中学に進学後も相撲を続け、3年の時には都道府県中学大会の団体で優勝も果たしました。高校は兄の進んだ相撲の名門である金沢学院東高校に進み、3年の時には全日本ジュニア体重別選手権80キログラム未満級優勝、世界ジュニア選手権軽量級優勝などの成績を収め、名前が知れ渡るようになっていきました。この頃も大きな相手にぶつかっていくのが相撲の醍醐味だと思うと話しており、稽古で大きな相手とやっていたので、軽量級の大会では敵なしの状況だったのだと思います。高校卒業後は再び兄の進んだ金沢学院大学に進み相撲を続けます。1年の頃から数々の大会に出場し、2年3年の時には世界選手権軽量級で優勝など好成績を収めました。表彰台の一番高いところに立っても他の選手と身長が同じくらいですよね。しかし大学時代の好成績もあくまで軽量級での結果ということもあり、炎鵬さん自身は自分は相撲界に通用するとは思わなかったと
卒業後に角界入りをすることには迷いがあったそうです。炎鵬さんはかねてから横綱白鵬の大ファンで憧れの存在であったのですが、4年の夏頃に白鵬さんのマネージャーから声がかかり、平成29年1月場所前に宮城の部屋に稽古見学に訪れました。そこで白鵬さんから直接声をかけられ、今まで相撲しかやってこなかったんだからやはり相撲をやろうと相撲界へ進むことを決め、白鵬の内弟子として宮城の部屋へ入門することとなったのでした。今はまだ重量の番付なので100キログラムに満たない体格でもなんとかやれていると思うのですが、やはりこれから先幕内を目指すとなるとさすがにもう少し体重がないと厳しいと思うんですよね。宮城の親方と白鵬さんからも110キログラムまで増やせと増量命令が出ているそうなのですが、もともと食が細く1回の食事でたくさんの量が食べられないそうで、食事の回数を増やすなど様々な努力をしているそうですよ。次は熱愛の噂について見ていきたいと思います。炎鵬さん、かなり前の話になりますが、中日スポーツの対談で彼女にしたい好きなタイプは誰ですかと聞かれて蒼井優さんと答えていたことがあります。蒼井優さんは山里亮太さんと結婚されましたので、結果は不発肩透かしといったところでしょうか。炎鵬さん、好きな女性のタイプとして長谷川純さんや中村アンさんの名前を挙げていたことでも話題となっておりました。長谷川純さんや中村アンさんに関してはそれほど騒がれなかったのですが、大好きな女優の田中みな実さんに関しては世間が大騒ぎとなりました。相撲界きってのイケメン炎鵬さんがなんとテレビ番組で好きな女優は田中みな実さんと堂々と宣言したからです。事実上のラブコール、好きな女優は田中みな実さんとにやけている炎鵬さん、はにかむ仕草もやっぱイケメンだしどことなく可愛い。炎鵬さん、行列のできる法律相談所スペシャルで田中みな実さんと対談中に大胆にも一目惚れをしていたことを告ってました。こうなると一気に押し出し、いやがっぷり4つ、そして田中みな実さんも例のあざとさで嬉しい、取り組み終わった後にギュッてしたいと炎鵬さんのラブコールを受けるかのような発言。これには炎鵬さんのファンも SNS 上で大の田中みな実ちゃんやめてくれなどとコメント欄が埋め尽くされていましたね。後藤輝元さんも騙されたらあかんとツッコミを入れる始末。そんなツッコミも何のその、炎鵬さんは一言もっと好きになったと完璧にやられましたね。美男美女という点ではお似合いかもしれませんが、さらに田中みな実さんは仕掛けてきます。ご自身の初写真集の中から際どい写真を1枚炎鵬さんに手渡して、炎鵬さんご満悦、完全にやられましたね。アラサーとは思えないほど美しい田中みな実さん、好きな女性にここまでしてもらったら炎鵬さんのブレーキもかかりません。炎鵬さん、年上の女性が好きなんでしょうか。番組最後には田中みな実さんのお気に入りの際どい写真集の1枚を渡しておりまして、これを見た世間の人々から連想されるとしたら炎鵬さんの彼女は田中みな実さんなのではって飛躍することになるわけですね。確かにこの抱擁シーンはかなり交際に発展する要素が満載でございます。もし交際なんてことになったら天地ひっくり返りますね。浮き足立ったところを叩き込みって感じでしょうか。炎鵬さんは田中みな実さんが好きと告白して熱愛交際疑惑が続いておりますが、その後はどうなったのでしょうか。時間が経つにつれて過去のお二人の出来事は微笑ましい感じに変わってきているようです。ネットや雑誌を見渡しても炎鵬さんと田中みな実さんとの交際情報は全く見当たりませんので、やはり今回も不発の肩透かしだったのかもしれませんね。それにしても炎鵬さんが超面食いなのは十分分かったような気がします。次は引退危機について見ていきたいと思います。大相撲の元幕内で首の負傷で4場所連続休場中の3段目炎鵬さんが12月11日先週から相撲を取る稽古を再開したことを明かしました。この日も都内の部屋で3段目以下の力士と相撲を取って調整。休場理由が当初の頸部椎間板ヘルニアに加え脊髄損傷だったことも明かしましたが、リハビリの成果で驚異の回復ぶり。復帰を来年初場所1月14日初日両国国技館か春場所3月10日初日エディオンアリーナ大阪にするかは慎重に判断しますが、人気小兵力士の完全復活に光が差してきました。
空気が張り詰めた稽古場に相撲を取る炎鵬さんの姿がありました。立ち合いでは迷うことなく頭から当たりました。幕下以下がつける黒回しで三段目以下の力士と18番。先週から相撲を取り始め、首の痛みは全然ない。復帰を来年初場所か春場所にするかは状態を見ながらとしたが、完全復活への道筋がはっきり見えてきました。異変は十両だった今年夏場所中に起きました。持病の首痛が悪化し、3日目に首から下の感覚がなく、まっすぐ歩けない状態に。初日から9連敗を喫した後、部屋に戻ると突然体の力が抜けました。廊下に仰向けになったまま動けない。足だけが痙攣のように無意識に動いていた。部屋の関係者が最初は何してるのと笑っていたというが、深刻な状況だと分かり病院へ向かいました。場所は休場となり、頸部椎間板ヘルニアと診断書を提出しましたが、脊髄損傷だったと明かします。医師からはすぐ手術するしかない、日常生活に戻るため相撲は諦めてくださいと宣告を受け、師匠宮城の親方、元横綱白鵬からも今までよくやったと声をかけられました。2週間の入院中は寝たきりでしたが、無理と言われるとやりたくなる性格と複数の病院を訪ね、経過観察を望むと回復の兆候が現れ、手術は回避。その後出会ったのが、首の負傷で一時引退危機にあったラグビー日本代表の堀江翔太さんを W 杯4大会連続出場に導いた佐藤義人トレーナーでした。堀江さんの霊は希望になった。倒れた直後は指の感覚がなく、箸も持てずに一本の紐を結ぶ練習から始まったリハビリ。首、背中の筋肉を鍛えることで徐々に痛みは消えていきました。ただの復帰ではなく、前より強くなって戻る。炎鵬さんが多彩な技で再び土俵を沸かせる日は遠くなさそうです。いかがだったでしょうか。今回は炎鵬さんについて深掘りしてきました。引退間近と言われていたようですが、なんと復帰できるまで回復しているそうですね。来年の初場所か春場所には復帰とのことで、とても楽しみですね。炎鵬さんの復帰が楽しみな方は応援コメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。